キティさん、ついにハリウッドから声がかかる。映画、ワンダールーマン、とコラボサンリオの人気キャラクター、ハローキティ、が映画、ワンダールーマン、8月25日公開、とコラボレーションしました。ワンピース、のチョッパーや、サダコ、関連記事、など様々なコラボを見せ仕事を選ばないと話題を呼んでいたキティさんの初の洋画プロモーションコラボです。 堂々とした立ち姿で黒髪をなびかせ、ワンダー・ルーマンとお揃いの衣装でこのコラボに臨んだキティさん。6月17日に発売される映画前売り券の特典として、この姿のラバーキーホルダーが、ワンダー・ルーマン初登場 DC コミックス1941年限定復刻版が選べるようになっています。どちらも劇場のみでの展開。 亡くなり次第終了。異色コラボ感がプンプン漂いますが、ハローキティが大好きだという同作のパティ・ゼンキンス監督はむしろ大喜び。ワンダー・ルーマンをみんなが大好きなハローキティがリードしてくれるなんて本当に素晴らしいわ。と賞賛のコメントを寄せています。同作は D.C. コミックのキャラクター、ワンダー・ルーマン誕生の秘密を描く物語。 最強の美女戦士を演じるガルガドットは、かつて、世界で最も美しい顔100人、デニーに選ばれ、兵役経験もあるパワー系美女。予告編では、島育ちのプリンセスらしい、可愛い一面を見せる一方で、激しいアクションシーンもこなしています。一足早く封切られた全米では、2週連続で1位を獲得、工業収入は早くも2億ドルを突破するなど、 女性監督による女性スーパーヒーローの作品として話題を呼んでいます。